名護チューブをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。浜田太郎です。相田美也です。安田あかりです。内木瀬戸です。泣き目琴葉です。高梨優です。せーの、私たちアルテマドールです。私たちアルテマドールは名護を中心に活動する8人組のロック系アイドルユニットです。今回チューブ電力未来パワーから配信する名護チューブに出させていただいたということで、とても嬉しいです。私たちアルテマドールは普段この名古屋栄のライブハウスやスケスなどを中心にライブやイベント活動を行っているんですが、メンバーは栄の好きな場所やものありますか？はい、オアシス21の上にある水の宇宙船。あ、めっちゃなんか綺麗でさ、水色で空とか反射して世界観めっちゃ良い。良い良い。好き。いいね。他にもね、他にも、久屋大通りの新しくできたマリアパーク、あそこは結構おしゃれなカフェとかもあって、インスタ映えするようなね。そうそう、美味しいお店がたくさんあったり、はい、あとはテレビ塔。テレビ塔は家族で階段で登ったことあります。いいな。テレビ塔は上回り込んでいく。え、今何やってくれてる？もう企画みたいね。中心栄エリア、そしてこの中部電力未来タワーから名護チューブを通じて全国全世界に向けて名古屋の魅力、名古屋のエンターテインメント、そして私たちアルテマドールのパフォーマンスを発信していきます。ライブにしたいと思ってます。ただいまメンバーのツイッター見てワンマンの見どころを個人でリレー方式で今動画の方アップしているので、ぜひ皆さんそちらもチェックして、一人でも多くの方に私たちアルテマドールのライブを見に来てほしいです。チケットは1枚1000円で、入場時にメンバーのランダムチェキもついてきます。各イベント物販での販売やアルテマドール公式ツイッターから DM いただければ取り分けすることも可能です。また単独公演に合わせて Twitter アカウントフォロワー2万人計画を実施中です。メンバー公式合わせて9つのアカウントをぜひフォローしてくださいね。そして私たちの楽曲は iTunes などで配信しています。ぜひたくさん聴いてくださいね。それでは以上、私たちアルテマドールでした。